多分ネズミの糞と結構その小動物の糞尿の感じですね、ここは。おはようございます。今日はですね、アパートの2階部分ですね。で、後でご紹介させていただくんですけども、1階につながってます。で、普段1階で生活されてて、2階部分っていうのがもうほとんど使わない物置の状態にされてるということで、今回片付けのご依頼をいただいてます。で、1階にご家族の方いらっしゃるんですけども、後で1階の部分の荷物、食器棚だったりとかっていうのもまた片付けのご依頼いただいてるんで、まずは2階部分ですね、倉庫代わりになってる、お部屋の作業をさせていただきたいと思います。まあ本当仕分けしながら作業していきます。で、ところどころやはりですね、ネズミの糞があるので、やはりちょっとね、ちょっと古い家屋っていうこともあってネズミもちょっと発生してるんですけども、仕分けきっちりさせていただきます。で、卒業アルバムだったりとか卒業証書だったりとか残していくもの結構あるので、このあたりも探しながら作業していきます。一応処分していくものなんですが、もう基本的にまあ残置物全部処分なんですけど、一応この家具だけ残しておくような形にはなります。また引き続きお住まいになられますもんね。はい、ベランダの方にもいろいろ、そうですね、仕分けしないといけないものが結構あるんで。そこの扉何ですか？これ多分トイレですね。多分長く使ってない感じで、でこっちの方も、基本的にもう処分で、で、さっき、聞いたのが一応、卒業アルバムとそれだけ、残しておいてほしいということなので、多分まあおそらくこの辺にあるのかなとは思うので、それだけ探させてもらって、こっちが1階に降りる通路、ね、そうですね、結構急な階段なんですけど、手すりもだいぶそうですね、来て以上なんか、ね、ちょっと珍しい作りになってるんですけど、うん、外階段からもつながってるんで、まあ多分2階のものは基本的にも外階段から出させてもらう感じにはなると思うので、こちら多分キッチンなんですけど、物置代わりに多分使ってた感じで、一応多分洗濯機が前にあるんで、一応まあ洗剤とか置いてある感じ、もうキッチンとしては多分使ってないですね。作業は3時間目安ですね。そうですね、3時間ぐらいでは終わると思います。じゃあ今日は3人来てるんで、伊田さんこっちお願いします。はい、わかります。頑張っていきたいと思います。これ積んでいくから中入って作業して。わかりました。今日下もやるんですか？うん、下もやる。下はこんなのある。うん。写真に撮っといてくれる？写真？うん、写真撮っといてくれる。わかりました。
確かに。ジャムのもん全部いただきます。今回の現場で大変なことってありました？冒頭に多分ちょっと簡単に説明させてもらったんですけど、結構ネズミの糞が落ちてたんですけど、多分ネズミだけじゃなく、おそらく、まあ、小動物、イタチとかハクビシンとかの糞尿の結構匂いが結構きついですね。そうですね、匂い結構すごかったですね。はい、押し入れの中とが特にやっぱり住処にしてたのかわかんないですけど、だいぶ匂いがきついですね。うん、あ、本当糞っていう尿の匂い、尿の匂い、アンモニアの匂いですね。アンモニア臭ですね。そう。多分こんなんは多分ネズミがかじったっぽい穴なんですけど、ネズミだけじゃなくネズミだけの匂いじゃ多分ないんで、これどうしますか？あ、トイレかなんかね。あ、それとっかいですよ。はい、ここが結構この糞尿の一気に匂い上がってきましたね。行きましたね。ここがかなりネズミの糞と結構その小動物の糞尿の感じですね。ここは。ベランダはまだです。あの、クレーターはカーテンだけ外して。はい。
お疲れ様です。お疲れ様です。大体、採用時間、3時間ぐらいでって言ってたんですけど、大体、2時間ぐらいで一応上完了しました。暑いですね今日。暑いですね今日。あの外雨なんですけど、蒸し暑くて、もうマスクしてるんですけど息苦しくて。すごい。でも結構写真とかもいろいろあるんで。そうですね、あの一応あの卒業アルバムとか写真とかちょっと、探しといてって言われたんですけど、一応こちらの方に全部出てきたものを入れさせてもらってます。ほとんどまあ写真とかばっかりなんですけど。でこれが初めにあの置いていてって言ってたな、あのタンスですね。全部綺麗にこうからですね。ちょっとお客様とも話したんですけど、はい、この辺もやはりちょっと匂いがすごいんで。そうですね、ホームです。臭みにもかなり染み込んで、ね、あの押し入れなんかやらせてもらってたんですけど、押し入れの中も結構糞尿の匂いがしてましたね。わりかしマシですね。で今からちょっと1階の、そうですね、住まれてるところで食器棚とか、はい、三面鏡処分ですね。すいません、今回ありがとうございました。 ありがとうございました。なんかあのうちご依頼していただいたきっかけってどういった。きっかけはポストの中にチラシが入ってたのと、はい、前からこういうところはちょっと気になってて、はい、いろいろあのポストにはいろんなところが入ってたんですけど、はいはい、で調べては見てたんですけど、はいはいはい、でまあチラシの雰囲気でちょっとかけてみて、はいっていう感じですね。頼まれてみてよかったですか。はい、あの娘がすごいなんかアイスいいねって言って、さっきも喋って言って。ありがとうございます。私たちみんなアイスいいよねって言って。はい。よかったです。あとはね、ちょっと匂いとかがね、若干上がってるんで、ね、はい、ちょっと煙炊いて、ね、ちょっと匂い若干マシにしてもらってっていう形になるんですけど、はいはい、実際多分ご自身なりで多分この量片付けるって多分。そうね、ちょっとずつはやってたんですけど、はい、もう片付け用がないのと、片付けても置く場所がないのと、今ね、こんな時期なんで、そのクリーンセンターも今ちょっとどうなってるのかな、お休みになってるんですか。なのでもうとりあえずもう最初ちょっともうちょっと高いのかなと、30万ぐらいかかるんかなっていう話はみんなでしてたんですよ。それぐらいかかるかなって。でまあ、他社も見てみて、はい、大体まあ似たり寄ったりではあったんです。はいはい、金額的に。あ、そうなんですね。はい、はい、見てみて、はい、であとはだからとりあえず見積もり取ってもらって、うんうん、それから決めようかっていうことで、はい、何回かねチラシが入ってた。あ、うちですか。そう、ポストの。ありがとうございます。はい、ご縁ですかね。2回ぐらいあって、はい、他の他社さんもチラシが入ってて、うん、まあ、してたんですけど、もうそのチラシの雰囲気で決めました。ありがとうございます。それでも作業も本来まあちょっと時間かかりそうだったんですけど、はい、まあ、下も含めてまあ2時間半ほどで完了したんで、はいはい、もう大雨じゃなくてちょっと雨降ってましたけど。そうですね、だからちょっと日にち変えてもらった方がいいのかなと思いながら、はい、ズル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 行っちゃっても。そうそう、ね、ちょっとその日に、うん、普段はじゃあここはもうお母さんも一人でお住まい。そうです、もともと父がいてたんですけど、うん、亡くなったんで母一人にして、うん、はい、で娘さんと一緒にちょろちょろ片付けに来られて。そうです、そうです。これでもだいぶ片付けた方なんですけど、でも本当上もちょっと片付いてたんで、はい、見積もり来た時よりも、はい、ありがとうございます。また何か機会があればぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、また何かそういう人がいてたらここいいよって言ってきます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。